ビブリスは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ベルクシュトラーセ軍に属す自治体。この町は、オーデンバルトの西のオーバーライン地溝体内に位置する。北のダルムシュタット、南のマンハイムの中間、すなわちビュールシュタットのすぐ北にあたる。ビブリスは、ベシュニッツ川下流北岸にあり、この川は、町の中心部から、北西わずか数キロメートルの場所でライン側に、合流する。 ビブリスは、北にグロースロートゲルンスハイム、東にアイゼンハウゼン、南にビュールシュタットとラムペルトハイム、西にグンドクリ独立市のボルムスと境を接している。ビブリスは、ビブリス、ノルトハイム、バッテンハイムの3つの地区からなる。ビブリスは、836年に、ロルシュ修道院の文書に、ビビフルズとして、初めて記録されている。 ルートビヒドイツ人王の時代に、ビブリス、バッテンハイム、ツレシュタインにあった所領を忠実な家信であったベルンハーに与えたが、846年にロルシュ修道院の所領となった。この地方は1461年から1623年まで、宮中博に仕入れされ、宗教改革でプロテスタント化されたが、返還後に再びカトリックに改修した。 30年戦争の間にこの村は何度も蹂躙され、住民はペストで命を落とした。その後、1803年の世俗化で、後のヘッセン大公の領土とされ、ラインヘッセンのボルムス軍に編入された。1945年にラインラントプファルツ州となった、ボルムスから分離されベルクシュトラーセ軍に編入された。ビブリス、バッテンハイム。 ノルトハイムは1970年に合併し、新たに拡大した自治体、ビブリスとなった。ヘッセン州では1993年から直接、選挙で、領両が選ばれるようになった。無所属のフォルカー・シャイプが2020年4月1日から、ビブリスの町長,長を務めている。2019年10月27日の選挙では、彼には3人の対立候補がいた。 そのうちの一人は、当時現職であった、無所属で、CD 推薦のフェリックス空治家であったが、彼は、わずか約30%の票しか獲得できなかった。ビブリスの議会は23人の議員からなる。この町の紋章は1950年に制定された、もので、青字で上部に、銀のカラスキ、下部に、銀の水蓮を描いたものである。 ビブリスの古い紋章は、ビブリスの祖先脱の湿地との粘り強い戦いを描いたものであった。そこに描かれていたのは、足に覆われた土地を工作できる土地にするための単純な道具であった。現在の紋章の水蓮は湿地を象徴し、カラスキは土地の開墾を象徴する。彩色は、ビブリスが1461年から1623年まで、その支配下にあった。 ビッテルスバッハ家の紋章の色である。ビブリスの教会セーバルトロマイ教会は1865年に創建された。その前身となった教会は急速な人口増加で手狭になった。現在の教会の設計は当時のヘッセン大公のクライス・バーマイスターであるクリスティアン・ホルストが言った。彼はこの教会をマールブルク・アンデヤラーンのエリーザベト教会をモデルに した初期ゴシック様式の内人と欲労を持つ三つの部分からなる列中バジリカ教会として構想した。ビブリスカトリック教会はビブリス司祭グループに属している。このグループは以下の教会区からなる。ビブリスには18世紀から1938年までユダヤ人組織があった。19世紀中頃には200人の住民がこのユダヤ人組織に属していた。 ラビのザロモン・ボーデンハイマーの指導下で、タルムート・トーラ・シューレや、その他の施設が開設され、周辺地域で重きをなした。町のシナゴーグは1832年に建設されたが、1938年11月の排斥運動で突撃隊に襲撃され、内部は完全に破壊された。その後、 別の目的に利用されたが1981年に消失した。以前に建物があった場所には記念碑が建てられている。少なくとも13人のビブリスに住むユダヤ人が絶滅収容所に送られ殺害された。ビブリスは連邦道 B44 号線及び修道 L3261 号線沿いに位置する。アウトバーンへは それぞれ約 10km のロルシュ、ヘッペンハイム、ゲルンスハイムから接続する。ビブリスにはマインハイム、フランクフルトアムマイン、ボルムスに直接接続する鉄道駅がある。ビブリスには基礎家庭圏本家庭学校が1校ある。ビブリス原子力発電所ビブリスには2機の原子炉を持つ原子力発電所がある。ビブリスの近くには アメリカ軍の外国向け放送ラジオフリーヨーロッパの短波送信書がある。ありがとうございます。